今第二のニセコと呼ばれているところがとんでもない状況になっている。防衛の要中の要の場所を張っている可能性がある。人が住んでいる最中に売ってくれと。そのエリアはほぼ中国人のエリアになってしまった。これはフォーシーズンズって言って、まあ、世界的なチェーン店だったんですけれども、ここが転売をした。これは中国の経済が破綻をしたからではないのか。例えば不動産バブルが弾けたと。で、まあいろいろな会社が、まあ大企業がどんどん何百兆円っていう負債で潰れていったと。さらにそれによって地方の中国の政府も1000兆円単位の赤字で大変なことになっていて、国民の借金と、あとは国が負っている借金を全部合わせると、一計7000兆円になるのではないかという試算も出ているぐらい、実は中国は大変なことになっていて、そういう状況になっているので、今持っている海外の資産を転売してどうにか火消しに使うんじゃないのかという話もですね、実際に多く出ていますが、実はそんなに甘い話ではないですよという話をしたいというふうに思っており、実際にですね、この問題なんですけれども、この不動産バブルが弾けるというその前段はですね、2、3年以上かかっています。つまり、どんどん悪化してって悪化してって、最後にはどうしようもなくなって破裂をしたっていうのが、去年から今年にかけてなんですけれども、その最中にもですね、実は中国資本は、どんどん北海道の不動産を買い漁っているということは、親と、お金が大変な状況のはずだったのに、なぜここでまた中国がどんどん逆に買っているんだと、たくさんもう持っているんだから売ればいいのにと思うようなことが普通の思考回路だと思うんですけど、逆にですね、異常な勢いで買っているということで、例えばニセコなんですけれども、ニセコもですね、この中国の不動産バブルが弾けて、そのいろいろな事業がストップするのではないかという話があったんですけれども、ストップするどころか、どんどん開発が進んでいると。で、まあ実際には1泊300万円。1週間じゃないと借りられないっていうような、そうです。だから、消費税210万と2100万円出さないと泊まれないというようなコンドミニアムがあったりですよ。マジですか？そういうふうに、バブルが破産したとは思えないような動きも、全然一部ではあるんだということも理解してほしいと思うんですが、2100万円払わないと泊まれないホテルあるんですよ。どうですか？いや、ちょっとなんか信じがたいですけど、事実なんですよね、それが。事実なんですよ。もう別世界ですね。日本とは。そうです。別世界です。はい。ただまあ、ここではいろいろな怪しい話があって、これは別の機会にするまでも、ニセコが、北海道の中で中国資本がどんどん参入していって、大変な状況になっているというのは、多くの方たちが、まあ、知っていることなんですが、実はですね、ニセコではなくて、今、第二のニセコと呼ばれているところが、とんでもない状況になっているということを皆さんに分かってもらいたいと思うんですが、そのですね、場所が実はですね、富良野なんですけれども、なんで富良野か、よくわからないんですけど、ただですね、ここ何年間かずっと富良野の周辺を調査をしていたらですね、富良野の周辺のエリアの、例えば上富良野ですとか、中富良野ですとか、美瑛という場所で、ことごとく中国資本が土地を買い漁っているというのが分かって、で、これはどういうことなんだろうって地図に落としたらですね、もうほぼほぼこれ何十箇所買われてるんだろうというような形の、まあ、エリアが今一つ買われているのが富良野周辺なんですけれども、この富良野なぜ買われているのか、まあいろいろな防衛関係の方たちの話を聞くと、実は北海道っていうのはいろいろな国から、まあ、侵略をされた時にはどこでどう対応するのか、敵国はどこの浜から上陸してきて、その時はどこの部隊がどう対応していくのかっていうのをある程度シミュレーションしていく中で、最終決戦はですよ、どこでやるかっていうと、大体富良野から旭川エリアの場所なんですよ。なんと。ただそこは買われていないという前提での最終決戦場所なので、そうですよね、買われているとそこから敵はスタートするので、はい、これはもう全部の計画が見直しだって言っている関係者もいるぐらいですね、実は防衛の要中の要の場所を張っている可能性があると。そしてこの富良野という場所と旭川の場所、このエリアをですね、いろいろな場所に行くところに全てここを交差するというような道の配置になっているので、沿岸以外そこを通らなければどこかに行けないというような道になっているとしたら、
ことごとくその炭を抑えられるとですね、今度移動もままならないというような状況にもなりかねないっていうような、これはまあ安全保障上そうではないかもしれませんけど、そうあった時には大変だということで先手を打っておかしいという意見でですね、まあそういう防衛の関係の方たちはこの場所はあまり買われるとまずいぞというようなことでプランを買われている可能性も十二分にあると、うん、もう結構多くの日本人が見落としがちな観点かなと思いました。買われて実際そこに何かこうもう構造物を建てたりとかもしてるんですか？それがですね、例えば北の峰町っていうところがあって、この北の峰町っていうところのすぐ上がゲレンデになっているんですけれども、うんうん、ここはちょっと高台になっていて全その富良野を見渡せるような場所になっていて、うん、ここに100軒以上の民家があったんですが、はい、その 65% の民家を人が住んでいる最中に売ってくれと現金を積んでですね、もうその人たちは売ってしまったということで、そのエリアはほぼ中国人のエリアになってしまったということで、今富良野周辺の土地を中国の方たちが買い漁った結果何が起こったのか、まあ、新聞記事にもありますけれども、2023年に発表された全国の地価の上昇率のナンバーワンがですね、富良野になったということで、それぐらいの勢いで買われているということを考えたらですね、さっき言っていたように、いやいやいや、お金がなくなって不動産だとかそういうレジャー施設を手放してるんじゃないのかなんていうのは全然逆で、苦しい時にも買い増しをして北海道を異常な勢いで買ってるっていうことはぜひ理解してほしいんです。そしてもう一つの視点なんですけれども、実は先ほどトマムの、まあ、その、いろいろな不動産っていうか、トマム自体が転売をされたというふうに言っておりましたけれども、転売をされた先がですね、合同会社という形態なんですけれども、実はこの合同会社っていう形は、誰がその経営実態なのかっていうのは、全くわからないブラックボックスになっています。このグレーなところに売ったので、トマム自体も実は中国が売ったと言ってますが、中国の資本に売ってるかもしれないと、もっと怪しいところにも売ってるかもしれないということですね。しめしめと中国が手放してくれてよかったなと、そういう単純な話ではないんだということですけど、どうですか？なるほど、自分たちの都合のいいように解釈しちゃダメですね。そうですね、そう解釈しがちですね。いかがでしたか？ここまでご覧いただいたあなたは、北海道がもはや無視できないほどの危険な状況にあるということをご理解いただけたかと思います。ですが、もっと危険なのは、こういう状況が大手メディアはもちろんのこと、YouTube でもほとんど伝えられていないことではないでしょうか。もし中国が富良野の土地を買い漁り、実際に彼らの軍事拠点が作られてしまったら、そしてその軍事拠点から北海道全土を侵攻されたら、どれだけの日本人が被害を受けるでしょうか。今、北海道に住んでいる方々はどうなるのでしょうか。北海道だけでなく、日本全土の安全保障がどれだけ危険にさらされるでしょうか。想像してみてください。あなたの愛するお子さんやお孫さんが大きくなる頃、さらにその次の世代が見る日本はどんな姿をしているのか。今ある北海道の雄大な自然はもはや過去の遺産になり、日本が誇る素晴らしい景色や文化は異国の商業施設や軍事施設にとって止められているかもしれません。つまり私たちの祖先が代々抜いてきた日本の姿が崩れてしまうかもしれないんです。これは今や中国に実効支配されている新疆ウイグル自治区の現状を見ればわかるように、決してありえない話ではありません。そして実際に中国自身も北海道を攻め落とすことを虎視眈々と狙っているかもしれないんです。これは日本国民全員が知っておくべきことだと思いませんか。このように日本人が知っておかなければいけない重大なニュースを伝えるために私たちが立ち上げたのが週刊ルネサンスレポートというメディアです。週刊ルネサンスレポートは大手マスメディアが意図的に報道しない重要なニュースを伝える情報メディアです。政治家や官僚への忖度で国民が知るべき重要な情報が報道されていないこと、コロナ報道でよく見られたようにコロナが危険な病気であるとセンセーショナルに報道するだけで物事の本質に迫らないようなこと、逆にワクチンに関する強い副反応が起きている事実には全くと言っていいほど触れてこなかったこと、一方的な報道ではなく異なる角度からの視点を提供し、世の中で起きている出来事の本質的な理解や正しい認識、正しい判断をしてもらうことが私たちの目的です。情報を提供してくれるのは小野寺先生のように独自の情報源を持つ専門家たち、国際情勢、
国内問題、歴史問題、政治、医療、科学など、ここでしか聞けない生の情報を毎週30分ほどの解説動画とレポートにまとめ、あなたにお届けします。そして今、週刊ルネサンスレポートにお申し込みいただければ、小野寺先生の解説レポート全編をカットなしでご覧いただけます。レポート全編では、中国が5割を占める北海道で拡大するあるインフラ、日本語の看板が消えた街、ひっそりとなくなる日本の文化、安倍元総理が残した中国侵略の防波堤など、そういった内容をお話しいただいております。こうして動画をご覧いただいている情報感度の高いあなたのために、週刊ルネサンスレポートでは他にもこんな解説をご用意しています。もしあなたが YouTube ではバンされるコロナワクチンの真実やコロナウイルスの正体を知りたいなら、現役医師兼ジャーナリストの方が厚生労働省の公開データをもとに解説したこちらの回や、流出した極秘研究資料をもとに筑波大学准教授の科学者が解説したこちらの回をご覧ください。今世界では何が起きているのか、日本で正しく報道されない世界情勢を知りたいなら、カナダ在住の専門家が全米で広がるワクチン訴訟について解説したこちらの回や、世界各国を飛び回るジャーナリストが実際に海外現地で見た LGBT 運動の実態を解説したこちらの回をご覧ください。あるいは私たちの生活に密接に関わる日本経済や税金の真実を知りたいなら、日本の自動車産業を政府自ら衰退させようとしている実態について元内閣官房参与が解説したこちらの回や、密かに推進されているステルス増税の正体とそのお金の流出先を解説したこちらの回をご覧ください。テレビや新聞では決して報道されることのない50本以上の解説が見放題。そして解説はこれからも増えていきます。また毎回の配信では専門家の先生の解説に入る前に、今回取り上げるのはどんなニュースなのか、大手マスコミではどのように報じられているのかなど、私たち編集部が解説しますので、何の前提知識もなしにご覧いただけます。今日週刊ルネサンスレポートに入会して、ぜひこのサービスを体験してみてください。週刊ルネサンスレポートの購読料は本来1ヶ月たったの税込み1078円、ホテルのロビーでコーヒー1杯飲むよりも安い値段で月に4回届くレポートから、私たちの生活、社会にとっての問題を多角的、本質的に知ることができます。もしあなたが今日年間購読をしていただけるなら、これらのサービスをなんと1月あたりたったの税込み898円、年間で1万780円で購読できます。表面的でセンセーショナル、かつ一方的な大手メディアの報道にうんざりしている、しかしおかしいなと思っても深く調べる時間がない方にぴったりです。ご自身で調べるよりも、週刊ルネサンスレポートの各分野の専門家の現地現場からの情報を聞く方が、はるかに本質に迫った洞察が得れるのではないでしょうか。とはいえ、百聞は一見にしかず、ご自身で試してみないとわからないと思います。なのでこちらのサービスには1ヶ月の返金保証をつけています。ご自身の目で確かめてみて、もしその情報に価値を感じなければ、ご購入日から起算して1ヶ月以内に弊社カスタマーサポートまでメールをください。速やかに購読は停止され、購読料は全額返金いたします。ですので安心してお試しください。忘れないでください。日本人はとても優秀で真面目で勤勉な国民だということ。そんな日本人に今たった一つ足りていないのは良質な情報。事実、今回お伝えした中国人による土地買収のように、メディアが伝える情報は断片的ではなかったでしょうか。例えばコロナ禍を振り返ると、テレビや新聞が報じる情報を頼りにステイホーム、マスク着用を続けてきました。それだけでなく、多くの国民が怪しむことなくワクチンを打ちました。これは単に日本人がバカだということではありません。政治家や官僚の間違った政策を支持してしまったり、テレビのコメンテーターの言うことを信じてしまったのは、都合よく操作された情報しか与えられなかったからではないでしょうか。メディアにより間違った方向へ誘導されたと言っても過言ではないかもしれません。しかし正しい判断をすれば、日本は正しい方向に進むと信じています。判断を左右する情報が良質なものになれば、日本の未来も明るくなると信じています。日本人にはその力があると信じています。だからこそ週刊ルネサンスレポートは、大手マスコミがあえて報道しない出来事や事件について、
異なる角度からの情報を提供します。世の中で起きていることの本質的な理解を高め、正しい認識、正しい判断の一助にしていただけると幸いです。